あ、飛んで、この黄金に光る今日ターゲットの14,000番ですね。強いやつ。はい。はい。ミスタールターゲット。あと少しあと。ラスト、ラストショー、頑張りましょう。頑張ります。見えるかな？ミスターがどんどん上に来てます。おーい。上からミスターRさんが手伝ってくれてます。ありがとうございます。そしてキツノナリンさん。お、シーラが見えてきた。すげー、かっこいい。おありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも、サートアボイトの青木です。今回は秋の風物詩、万引き祭り、イエーイはい、万引き祭りっていうのはシーラですね。シーラ釣りになるんですけれども、この大体9月から11月の秋のシーズンですね、大型の万引きシイラが回遊するということで今回やってきました。自分は去年から通ってるんですけれども、今回初の撮影ということで気合入れて頑張っていきたいと思います。で、今回ゲストのミスター R さんと、はい、してアングラズマイスターの亀浜凛さんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回お二人は初挑戦ということなので、はい、そうですね、はい、目標とかはありますか？おー、もう何でもいいんで釣れたらもう超嬉しいですね。はい、同じくリンさんもとりあえず一匹、はい、練習できればと思います。そうですね、はい、できれば、はい、まずですね、目標は1人1本釣り上げて、はい、できればまあ10キロオーバー、大型のシイラも回遊してくるってことなので、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、それではやっていきましょう。よし、はい、あ、飛んで、います、ミスターアルさん、ヒット大丈夫ですか？竿、持ってきますか？大丈夫ですか？やば、今の群れもすぐ行ったな。だけどすごい、もう毎回かけてる。すごい、今のはだけど、泳いでたな。大分ですね。はい、おー、いいサイズ。この黄金に光る今日ターゲットの、これが沖縄万引きシイラです。だからギャフ打ちですね。すごい、上手、すごっすごい、常連さん一発で枯れた。すげー、ファイトシーンほとんどなかったけど。すげー、写真撮った、ありがとうございます。すげー、これでこっちの中でめっちゃあれですよ、キレオでは。そうですね。あはい、よっしゃ、めっちゃいいまえてます、ちょっとしゃがみましょう。あ、めっちゃでかく見える。オッケー、あっ、はい、ミスターアルさんヒット、あと少し、あと少し、おー、やったやったやった、初万引き、おめでとうございます。すごい、すげえすげえ、さっきよりサイズ大きいかも。すげー、やったー、これが皆さん、お待たせしました。
沖縄万引かシーラですね。やったー、かっこいい。めっちゃかっこいい。この方、今さ、シーラの釣り立てが、めちゃくちゃかっこいいよね。おー。釣れました。釣れました。すごい、かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、リーさん、頑張りましょう。これは、やるしかないです。帰れないです。炎上でーす。午前中、全然当たらなかったですからね。寝てたし。リーさんは寝てました。後半も頑張りましょう。はい、よっしゃー、3.7 キロの万引かです。おめでとうございます。ありがとうございます。ミスターさん 3.7 キロはい、亀浜レーサーヒット。どんどんシーラを寄せていきます。うーん、リーさん頑張れ頑張れ。いいサイズじゃないですか。全然上がってこない。これ、竿がぶち曲がってます。おお、浮いてきた浮いてきたぞ。こっち向けこっち向け。おお、浮いてきた。いいぞいいぞ、頑張れ。見えるかな、シーラがどんどん浮いてきてます。おーい、最後の最後まで粘る。おお、跳ねる跳ねる。やっぱ楽しい楽しい楽しい、入りました。すごい、これはやめられないですね、この釣りは。おお、さっきのミスター R さんよりサイズがちょっとアップしたような気も。大きい大きい。じゃあこっからタモ入れ。そうですね、ちょっとベール出してもらって。あ、サメがやばい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 。で、逃げろ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 。サメが接近してる。緊急事態。ピンさんの初万引か。頑張れ頑張れ。こうやって一層ですね、安全に降りていって。負け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 。頑張れ頑張れ。サメに横取りされるか、リンさんの巻きが早いか。オッケーです。頑張れ頑張れ頑張れ。いけいけいけ。リサ、きついですか。死にきついですか。頑張れ頑張れ頑張れ。ガンガン寄せてます。お願いします。さあ、緊張が走る。おお、いいねいいね。頑張れ頑張れ頑張れ。これみんなの協力プレイあっての釣りですね。よし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 、頑張れ頑張れ。リンさん、浮かせの魚より引きます。なんで浮かせ。なんで浮かせ。なんで浮かせ。えぐえぐ。よし、サビいないぞ。来てます。よしよしよし、頑張れ頑張れ。緊張が走ります。そしてギャフ1。はいはい、頑張れ頑張れ。上からと後ろからの声援、逃がします。さあ、伊藤また送って。また振り出しですね。よしよしよし、上からミスター R さんが手伝ってくれてます。ありがとうございます。そしてきつそうなリンさん。お、シーラが見えてきた。お、飛んだ飛んだ飛んだ。よし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 、そのままそのまま。オーケー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 。すげえ、後ろにシーラがいた。よしよしよし、ゴリ巻きゴリ巻き。ドラッグちょっと緩めにしてもらった方がいいですね。あの、落とされる場合あるんで。で、指示通りお願いします。さーて、リンさん初万引か釣り上げることができるのか。おー、やったー、おめでとうございます。
今カメハマリンさんが釣り上げた貴重な一匹の検量タイムです。記念すべき一匹目ですね。はい、見たいと思います。行かなかったですか。立派な万美香です。すごいすごい、おめでとうございます。俺の10キロサイズってもありえないです。ありえないですか。これは5キロ、10キロ、そして夢の15キロもこの岬から釣れるみたいなので、すごいですね。ただ記念すべき1匹目、立派なサイズです。おめでとうございます。すごい、かっこよかった。すごい、これだから釣りはやめられないですね。また行きましょう。行きましょう。はい、深瀬何って言ったらカットで終わり。いやいや、しっかり入れます。本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。みんなの協力あって立派な万引かですね。さっきより大きい、サイズアップしてる。ミスター R さんが釣り上げた万引かより大きいです。おお、すげー、めっちゃ嬉しそう。マジこっちまで嬉しい。あ、シーラカラーですか。シーラカラー。こういう意味があったか。すごい、やっぱドラマありましたね。うわ、やばい。よいしょ。おっしゃー。はい、おめでとうございます。おっしゃー。すげー、かっこいい。ういー。おー。もうたまらない顔してますね。はい、ありがとうございます。出勤してきます。はい、じゃあ美味しくいただきましょう。はい、今日全部持ち帰りですね。はい、今回先ほどリンさんが釣り上げた万引かですね、その前に大きいサメが2匹いたので、うんうん、こちらをですね、ちょっと今回まあできる限り弱らせて、まあ、万引かを釣りやすいようにしたいと思います。竿がガーラモンスターの12号、リールがステラの1万4000番で、ね、強いやつ、一番強いやつです、はい、リーダーを50号入れまして、ハリスがワイヤーですね。最強、最強タックの2ミリ。で、さっきミスター R さんが作ってくれたマンビカーの内臓と尻尾の部分だけ、はい、切り取って、はい、こちらをめちゃくちゃでかいハリですね、こちらにつけて、これを武器をつけてですね、お、はい、まあ、最強の削りをやっていきたいと思います。これ深瀬りですか。これは、まあ、自分の求める最高の深瀬ですね。こちらで大きいサメ、そして、はい、まあ、できればアラビバ、そしてタチ、おー、それ来たらやばいですね。これはもう夢しかない釣りですね。もう1か100の釣りなので、はい、これでちょっと粘っていきたいと思います。はい、それでは打ち込む。よし、ありがとうございます。はい、お疲れ様でーす。本日のマンビカチャレンジ、なんと3匹釣り上げて達成です。おめでとうございます。達成です。最初に常連さんが1匹釣り上げて、次にミスター R さんが見事に、はい、今回初ゲットという。で、はい、今回ですね、金髪の亀浜凛さんもマンビカーカラーで、マンビカーカラーで、はい、まあ、自分は激震だったんですけれども、どうでしたか今日の感想は。あ、そうですね、このマンビカーにしてはまだちっちゃいと思うんですけど、それでも初めてやったんで、はい、この昭和からのマンビカ、ね、めちゃくちゃ楽しかったですね。よかったです。貴重なやっぱ一匹になったと思います、はいはい、そうですね。リンさんも深瀬しかやってなかったんで、はい、こんな日あるんかと思って。ああ、それがもうマンビカ釣りの醍醐味ですね、はい、みんな最初午前中全然渋くて全然でしたね。で、お昼過ぎぐらいからすごいもう回遊もたくさん回ってきて、もうみんな興奮状態で全然午前中釣れなかったの忘れてました。はい、はい、次回ですね、はい、また一応まだシーズンは終わってないってことなので、またさらなる大型ワンビカーをゲットするために頑張っていきましょう。はい、はい、本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。